どうも、こうすけです。今からですね、キャンピングカーに乗りまして、千葉のお友達のところに、突然なんですけれどもね、遊びに行きたいと思います。時刻はもう3時過ぎてます。ちょっとね、ちょっと車の中で話します。まず準備していきたいと思います。手土産をなんかね、これにしようかな。ヘイジー、XPA ベールエール。行きましょう。と C 社ね、持ってって吸いたいね。分かんないから全部吸っちゃうか。はい、準備できました。ちょっと雑だけど多分全部入ってると思います。キャンピングトレーラーと比べて全然小さい。いいね。後ろにね、収納するところがあります。ここ長も入るね。すっごい長いわ。冷蔵庫をね、冷やしてたので冷えてるかな。おー、冷えてるね。ちょっとこれ暴れちゃうな。ちょっと考えよう。冷えてるから良かった。便利ですね。このぐらいでもちょっとね、こうレビューしながら使用感をこのバンコンのね、いきたいと思います。はい、後ろはね、こんな感じです。おそらくね、今日2人でここでお酒飲めたらいいかなと思うんですけど、まあベッドにするのはあっちでいいかな。あ、寝袋か。危な。寝袋は持っていきましょう。よいしょ。キャンピングトレーラーからね、寝袋、バローバッグの3万ぐらいでいいかな。標準の寝袋で。千葉だからね、多分あったかいと思うんだよね。はい、今回は RV ランドさんのリノバンコンですね。こちらでいきたいと思います。ディーゼルです。はい、ではね、出発しました。本当に30分ぐらいでね、準備したんで、突然決まったのでね、なんか忘れ物してると心配なんですけれども、千葉のね、印西、ワイルドワンの方にね、行きたいと思います。そこにね、あきちゃんっていう、いつもね、スノーボードをやってる友達がいるんですけれども、動画でもね、何回か出てきてるんですけれども、その彼に会ってね、天からの、装備をね、全部今日はね、揃えていきたいなと思います。これバインバインですごい揺れちゃって大変なことになっちゃってる。大丈夫かな。で、前もね、ちょっとね、話したんですけれども、服部文章さんのね、 YouTube チャンネルを見て、本当にね、やば、天からやばと。で、山を登りながらね、なんかちょっと天白までできるかどうかわかんないんですけどね、焚き火つけてなんかそこで魚を食べるみたいな、あのスタイルにめちゃくちゃやられちゃったので、ちょっとね、すぐにそんなことできるかわかんないんですけれども、まあこういうキャンピングカーとかね、キャンピングトレーラーで近くまで行ってね、そこで寝て、まあ朝行って、まあ天白するのは天白してもいいけど、無理ならね、また戻ってきてキャンピングカーの中で寝るみたいな、そういうスタイルもね、できるのかなと、思いましたので、ちょっと天からのね、落ちちゃいました落ちちゃって何の話してたかわかんないんですけれども、あのワイルドワンでね、まあ初心者が、あの、天からを始めるときに何を買ったらいいのかっていうのを教えてくれるみたいなので、あの、そこは楽しみにしていきたいなと思います。と、あとね、このバンコン、リノをね、あの、真剣にまあこういう車中泊で使ったことがなかったので、まあその使用感だったりっていうレビューもね、一緒にできたらいいのかなと思います。まあまず第一にこうやっていきなりね、遊び行くねーなんて言って、バーンって出れるのってやっぱキャンピングトレーラーじゃちょっと厳しいですよね。場所とかの、あの、確認とかも必要なので、まあ、これだったらね、どっかコンビニだったり道の駅だったり、まあ分からない、全然予定決めてないので分からないんですけど、今日どこに泊まるか。まあでもそうは言っても、まあバンと出れちゃうなみたいな、この手軽さっていうのがやっぱりキャンピングカーってすごい魅力だなと思いました。はい、では行きましょう。
っかりね、今東京なんですけれども、すっかり暗くなっちゃって、今5時36分、あと18時40分、うるせえな。また渋滞ですか。ちょ、時間が悪かったね。18時46分着。何時までなんだろう。8時までですよね、普通。間に合うかなっていう。まあ、間に合わなくても、もう諦めます。一緒にアキちゃんと遊べれば、頑張ります。はい、かなり遅くなっちゃったんですけれども、到着いたしました。すごい大きい施設ですね。アウトレットぐらい。この中からどこにワイルドワンがあるかね、探していきたいと思います。もう時間は7時過ぎているので、結構ギリギリ、やばい。なんかすごいショッピングモール、めちゃくちゃでかいショッピングモールです。想像してた場所とね、違いました。観覧車まである、すごいね。ワイルドワン到着いたしました。やっと着いたわ。すごい大きい。こっからあっちまでワイルドワン、すごいね。あきちゃんです。マスコさん4時間かかっちゃったんですか。厚木もお台場も超えて、そう、ね、わざわざ銀座行ってご苦労様です。ありがとうございます。来ました、アキちゃんがね、全部、揃えてくれるということで、ないものもあったので、揃えてもらって、今度ね、天からに来年かな、一緒に行く時までに揃えてくれるということでございました、ということでね、今からアキちゃんが9時におるということなので、アキちゃんとこの後ね、どっかで飲みたいなということで、1時間ぐらいね、時間を潰していきたいと思います。なんかこのキャンピングカーのね、なんか見ていきたいね。そしたらはい、じゃあちょっと照明とかをつけていきましょう。これでつくのかな。つかない。つかないね。 DC、 これがメインのスイッチで、これは冷蔵庫ってことは分かってないけど、これどこかな。あ、今、あ、ついたね。つきました。いい感じですね。後ろ結構広いです。これもね、ひっくり返したらもっと広くなるから、ちょっとそれひっくり返してみようかな。これが DC のメインということが分かって、これが、100V のね、やつですね。で、これ冷蔵庫、照明、これはポンプとかかな、多分。はい、だんだん分かってきました。ただね、もう水持ってきてるんで、ポンプは使いません。新車だし。はい、ではね、今こういう感じで、U 字のね、リビングになってるんですけれども、まあ、2人で十分なんですけど、せっかくだからね、すごい大きい感じを出したいなと。アキちゃん来るし、ちょっとね、転換していきたいと思います。まずこれ外すんだろうね。外して、よいしょ、外して、一旦ねじくれとかこっちにやっちゃって、これも外れるか、これも外れて、こう、あ、ここの電気もつくじゃない。いいですね、めちゃくちゃ明るいですね。あと照明どっかにあんのかな。あ、ここにあるね。電気どこなんだろう。これもつく。これいらないね。レバーを上げるのかな。よいしょ。全部落ちちゃった。これを下に。はい。いいね。こんな感じでいいんじゃないですか。いいじゃん、こっちの方がいいじゃん。なんか取れちゃいました、これ。いいんだけど取れちゃったっていう。何が取れちゃったんだろう。これ戻せば OK という感じですね。よし、 OK。 どうですか。結構広いよ。
ちょっとごったごたになっちゃってるけど、こんな感じ。かなり広いです。こっちはね、荷物置きになってますけど、いや伝わるかなこれ、もっと広角だったらわかるんだけど、すごい広いです。今ね、あきちゃんを待ってるんですけれども、あと15分ぐらいかな、9時まで。いろいろね、天からのね、勉強というか、なんかそういうのをね、天からの情報みたいなのをいろいろ教わったんですけれども、僕がね、やっぱやりたいのは、やっぱ服部文章さんみたいに現地に行ってね、魚釣りをして、魚をさばいて、で焚き火をして、テントでね、あのタープだけのテントみたいなで泊まるみたいなのをね、やってみたいなって思っていろいろ話してたら、もともとね、僕はあのウルトラライトっていうなんか登山の登り方が10年ぐらい前に流行ったんですけど、その時にね、ちょうどその流行りに乗ってまして、いろいろね、あのグッズを持ってたんですけれども、それがね、使えそうなあの感じです。なんで天からだけのものだけだったら多分3万円弱ぐらいで揃っちゃうんじゃないのかなっていう感じでしたね。いろいろ話してたらね、昔あの普通ガスバーナーとか持っていくんですけど、ウルトラライトの場合だとアルコールバーナーとか、あと固形燃料のね、 S ビットっていう固形燃料があるんですけど、それをね使って、五徳が 8g ぐらいで、でスノーピークのマグカップ450に特製でね、蓋がハイカーズデポっていうところから出てた蓋があるんですけれども、それすると 100g 弱ぐらいなのかな。であのお湯を沸かしてアルファ米とかね、コーヒー飲んだりスープ飲んだりしてたんですけど、それは結構ね、今のあのウルトラライトって幅がすごい広くなったらしくて、やりすぎらしいです。なんでまあそれでね、僕全然不自由してなかったんで、プラスアルファなんかこう料理ができるよっていうのだったら、まあ他のね、フライパンなのか鍋なのかわからないんですけど、そういうのをね、買っていけたら、買ってなんかそういう遊びがね、できたらいいなと思いました。めちゃくちゃね、楽しみですね。まあ来年っていうのがね、まあ待ち遠しいんですけれども、一回あのスノーボードのね、シーズンも挟みますので、まあ気長に待って、来年ね、そういう旅をしていきたいと思います。うん、あきちゃんお疲れ様でした。お疲れ様でした。早く飲める方法をお願いします。とりあえず、うち行って、はい、天からのグッズ取って、つまみにね、そうね、うん、つまみしながら、もう悠々公園行こう。 OK、 分かった、はい、あとつまみも買わないとね。そうね、セブンイレブンとかである、うん、行きましょう。ご飯食べてないでしょ。うん、遠いというか、でかいなちょっとちょっとでかいな、うん、まあでも2人には十分でしょ。まあ、まあ、そうね、悠々、うん、公園入れると思います。行きましょう。はい、アキちゃん来てくれました。はい、どうも。あの寝る場所も決まりまして、なんと近所っていうアキちゃんの、よかったです。よかったです。ご紹介します。こちらセブンの駐車場ですちゃんと許可をいただいて、ありがたいことにね、はい、泊まり、あのお買い物たくさんするんで泊まらせてくださいということで、端っこならということで、はい、ありがたいです。本当に、はい、泊まらせていただきます。たくさんおつまみを買いましょう、はいじゃあやっていきたいと思います。言えないマーケティング。いや、これでも初めてね、冷やしてみた。ビアゲンビレッジの、ビアゲンビレッジです。ダブルタンブラーはね、ええ、あきちゃんからお土産ですどうかな、来た。これはアンバーエール、なんかなんとか中道の駅に売ってて、アンバーエールだね、はい、これ開けづらいんだよこれ飲んだことある、これ。それは飲んでない。あ、じゃあ半分ずつなんか、はい、すみません、試しながらいいかな。はい、じゃあすいません、突然のお誘いにもお答えしていただきましてありがとうございます。乾杯。いただきます。うん、優しいアンバーエール、美味しい。これかわいい、これ短いロットらしいです源流に行くとき用。これがノーマル。あ、フライと一緒なんだね。はい、これはもうピンで捉えられない、細すぎて先端がくるくる回る。あ、回るタイプなんだ。あるんだ、回らないのと回るの。回らないの。これはいくらぐらいするの。これ1万円ぐらいかな。
構安いんだね。これ2メーターぐらい。2.2 ちょっと。26だから2メーター6,60。これなんてやつ？これはマウンテンっていう。マウンテン。サオです。日本の？あのうちのプライベートブランドで。やっておりますんで。もう本当にね、アキちゃんに点から聞いたら何でも揃っちゃいますので、皆さんワイルドワン人材、アキちゃんを求めて。担当じゃねえけど。担当じゃないんだ。来てください。めちゃくちゃ知ってますよ。担当じゃねえけど。アキちゃん。はい。ちょっと酔っ払って顔が赤いから。酔っ払って、これ今アキちゃんからいただいたんですけれども、酔っ払ってるからじゃない。大丈夫、明日返してとかじゃない。大丈夫。いいんすかマジで、はい、口がもうしどろもどろですけど。早いな。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。一緒に展開しましょう。やりましょう、絶対やりましょう。はい、そして止まるっていう ね、 そうね。そしてさばいて食べる。はい、やりましょう。いろんなコンテンツが詰まってるから。ありがとうございます。そうか、うん、そうだね。そうなの、一連の流れなのに、ね、ある。なるほどね、一個一個細かく分けていくとコンテンツがあるんです。詰まってるってことです。なるほどですね。そういうことやないと、はい、チャンネル登録者数どんどん。そうね。うん、山登って、登ってでキャンピングカーでわざわざ行って止まんねえのに。ウルトラライトの格好で行って。そうだね、ウルトラライトも引き寄せられる ね、 ね、そうだね。ありがとうございます。はい、ではご視聴いただきましてありがとうございます。まだ続くんですよ。まだ続くんですけど、一旦ちょっとここでねお話しさせていただきたいなと思いました。まあ、今回ね、キャンピングカーを使っての旅だったんですけれども、本当にやっぱトレーラーと違ってレスポンスよくねポンポンポンといろんなところに旅ができるっていうのがねやっぱりすごく魅力的だなと思いました。セブンイレブンの前でもね泊まっていいということで許可いただきましてありがたかったんですけれども、あれもねトレーラーだったらねちょっと勘弁してくれよみたいなねところになってしまうんじゃないのかなっていう場所だったんですけれども、止めていただきましてね本当に良かったなと思いました。とあと本編にねちょっと出てこないので今この動画を回しているんですけれども、寝てるシーンがなかったんですが、リノをね説明書をね今回初めて見たら、後ろのねテーブルをつけたまま、ベッドに、転換できるっていうのがありまして、今回ねそれにしました。今多分その動画出てると思うんですけれども、すごくねこれが調子よくて、結局そのまま座敷スタイルでねリビングのまましていたっていうところがあったので、あこれも使い方としてはすごくいいなと思いましたのでご紹介させていただきたいなと思いました。それとねまあ天からなんですけれども、これからね来年の、3月ぐらいなのかな、ちょっと調べてないので分かんないんですけれども、まあ、それぐらいからね新しいコンテンツといたしまして、天から釣りでサバイバル術みたいなね、サバイバル生活っていうかサバイバルキャンプか、みたいなことをしてアキちゃんと行けたらいいのかなと思いますので、もし釣り好きの方いらっしゃったらね楽しみにしていただけたら嬉しいなと、思います。そしてアキちゃんありがとうございます。天から釣りまで、天からのね釣り竿までいただいてしまいまして、絶対にね頑張りますので、頑張るというか楽しみますので、一緒にね来年からやっていけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、キャンピングカーの方にね戻したいんですけれども、これからの7分間はおっさん2人のねただの酔っ払いの、2人がですねキャンピングカーについて喋っていくみたいなところなので、もしお時間ね本当に余裕がある方だけで結構ですので、もしよかったら、見ていただけたら嬉しいなと思います。それではキャンピングカーの中にお返します。おっさん2人が死者を知ってるっていうだけの。でもさ、なんかキャンピングカーのやつとかこういうのあるじゃん、ただおっさんが料理して その中で飲んでるみたいな、喋ってないみたいな、まあ、そういう感じ。でもこれもう30分ぐらいの動画になっちゃうかもしれない。もうずっとそれだから、で今日だって渋滞のところのやつとかさ、あなるほどね、やりながら今のこれだから。でもアーバンキャンプっていうことをテーマにして喋ってみるとどうですか実際。そうですね、セブンイレブンでこんなに楽しめるんだから最高だと思う。一番最寄りのセブンイレブンでしょ。そうそうそう、今まで寄ったのにここで泊まるなんて思わなかったし、思ってないし。もう思ってないし、行けばね自分たちの冷蔵庫だし、だ、ね、トイレもあるし、しかも壁一枚隔てて、こんなに異空間が広がってる、空間が広がってるっていう、なかなかないよ、ね、面白いよね。シーシャスっちゃったよ。キャンピングカーってすげえな。
買った方がいいよ。そうね。ああそうね。ああ何でもいいけど、やっぱりジムニーでやっぱ180万出すんだったら、なんかキャンピングカー買ってっていう方が、なんか僕の中ではフィールドが近くなる。確かにね。ちょろっとすぐ行けるじゃん。行くし、あの、のんちゃんとさ、奥さんと一緒にさ、なんか道の駅に行ってみないとか、楽しいじゃん、道の駅とか。こんな、だって、セブンでこんなに楽しいんだから。そうだよね。うん。って言った時に、なんかいろんな遊びが、やっぱりキャンピングカーは広がるなって思う。自分で買うんだったら、やっぱり100何万ぐらいのやつでいいじゃん。それで、うん。それがいいと思う。それがキャンピングカーの楽しみなんじゃないのかなって、思います。いや、僕も久々にやっぱりキャンピングトレーラーじゃなくて、やっぱりバンコンのこれの良さを改めて、あの、噛み締めてる今。あ、いい。やっぱキャンピングカーはキャンピングカーで、なんかすごいなんかフレキシブルに遊べるなっていう、自由度がすごく多いなと思う。でこれでさ、目の前が渓流でっていうのもあるわけじゃん。そうだね。その途中のさ、わだちみたいなところに止めてさ、わざわざ焚き火してけ、あのテント張って蚊が多いところでさ寝るんじゃなくて、いや全然いいと思うね。でそれがあの軽キャンとか今流行ってるけどさ、それで軽キャン高いんだけど、だったら軽キャンじゃなくてタウンエースぐらいのさ、軽キャン高いんだ。軽キャン高い。軽キャン300万ぐらいするから。だったらなんか中古のさ、ちょっとしたなんかもう昔の古いキャンピングカー買って同じことができるんだったら、そっちの方がいいよね。だって泊まることはさ別に何でもいいじゃん。そうそう。でもだからアクティビティの方が大切だ。そうそう。結局だから山のテント泊と同じで、そう、寝泊まりできればいい話だから。そう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 。冷蔵庫がついてなかろうがって言った時に、でもこれぐらいのね、なんかこういうのができるんだったら、奥さんと一緒にできるやつだったら、ね、でちょっとオーニングバーンって出してさ、焚き火やってもいいじゃん。やってもいいじゃんってグレーゾーンなんだけど。でもこれで友達と楽しめたり、ファミリー楽しめるんだったら全然ありだと思うね。でも泊まりできるスペースがあるだけで、中古でいいし。いやーすごいいいと思う。新しいアーバンキャンプ。アーバンキャンプ。流行らせますから。アーバンキャンプ。あなたの近くのコンビニが異世界に。異世界になります。でも楽しくない？ちょっとちょろっとなんかで、日本ってすごいいいのがさ、やっぱりサービスエリアがさすごい充実してるじゃん。そうだね。って言った時にさ、超田舎なところのサービスエリアでさ、朝起きてさドトールがあるとかさ、スターバックスがあるさサービスエリアっていくらでもあるじゃん。時に長朝から美味しいさコーヒー飲んでさ、なんかあのえ何エッグベネディクト食わねえけど食わないけど、なんかそういうおしゃれなさ、そうそう、ね、なんか朝食をしてさ、ね、で観光しましょうとかさ、いろいろできるじゃん。で奥さんが喜ぶ、ねね、奥さんはエッグベネディクトが大好きだから知らんけど、そういうのがやっぱりいいなと思う。何かと映えたいからね、みんなね。そう、多少ね。僕たちはもう別にいいんだけど。そうそうそう。こんな雑に C 社吸ってる。C 社も吸えるし。そうね。そういう遊びだよね。そうそうそう。別におしゃれじゃねえぞ、C 社。C 社はそういうこと。で今回このあのコンテンツとしてはあの。キャンピングトレあキャンピングカーのレビューっていうのでやってるのうちの天からをやるっていうのはサブコンテンツであって、メインは今これだから。そう、ね、うん、キャンピングカーがどんだけいいのかっていうのをあの視聴者さんに見てもらって、ね、あやっぱいいですねっていうことを見てもらえればいいかなって。いいコンテンツになってますよこれ。大丈夫ですか。なってると思います。なってると思います僕たちだけでねでもいやいや、すぐフィールドの横とかすぐコンビニの横でも何でもいいけど、そう、寝泊まりできるっていうことがもう最高だってこと。そうだね。今日のフィールドはセブンイレブンだっていうこと。そうそうだけど、ちゃんと許可得てそうそうそう、そこはやんないとね、叩かれちゃうから何やってるんですか、無許可でそんなことやってみたいな。大丈夫ですからこれ、安心してください。許可得てますから。
ちょっと声かけるだけですから。そう、ちょっと声かける勇気。すいません、買い物するんで、たくさん買い物するんで、あの社長役させてもらっていいですかって言ったら、じゃあ端っこの方でっていう風に。そうそう、でも言ってくれるだけで、ね、年に近くなればなるほどそれ許されないから。やっぱりこの白いっていう、い、ね、白石っていうところが優しいなと思って。ありがとうございます、白石さん。本当に。本当に、あの、じゃあ今日これ締めますよ、はい、あの今回のね動画が良かったって思った方はぜひねチャンネル登録していただけたらありがたいなと思います。であと、そうね、ちょっとお金払うだけで、そう、ちょっとお金払うだけでこんだけの楽しいフィールドがあるよっていう。でインスタグラムもやってますので、今ここにバーって流れてるかもしれないですけど、あのアキちゃんのね、僕のインスタグラムも、いや、あの概要欄にアキさんのインスタグラムめちゃくちゃ面白いんで、いやそれはちょっと嫌だな、自信なくなっちゃう。あのアキちゃんのインスタグラムも概要欄に置くんでぜひ見てください。あのビアゲンビレッジっていうキャンプ場、あのキャンピングカー専用のキャンプ場も今作ってて、そこも来てもらえたら、まだオープンしてないんですけど、あの御殿場で富士山見れて一組限定のやつをやってますので、そのホームページもありますので、ぜひ見てくれたらありがたいと思います。ではありがとうございました。ありがとうございました。僕たちはこれからもう酔いどれます、はい、酔いどれっていう言葉があるかわかんないけど、はい、じゃあね、お酒が回っちゃってるから、お酒回っちゃってるから、あと寝るだけです、寝るだけです、はい、じゃあね、バイバイ、おやすみなさい。